それでは今度は首の痛みについて見ていきたいと思いますで首を動かしたときに首が痛むあるいはその寝違いをしたというふな場合が対象になりますが首の痛みの場合は首の前が痛む場合これは足の陽明経筋とその外側にある手の陽明経筋が関係してきますで頻度としては首の前の,前の痛みというのは少ないです またその、顎、えー、関節症で顎が痛いというふうな場合も、えー、陽明け筋、手の陽明経筋、足の陽明経筋が関係しますので、首の痛みよりも顎の痛みとして訴えられる場合もありますが、その場合も、その前頸部の,その突っ張り感を、えー、自覚される場合があります。でそれから側頸部ですすが、首の横になりますと、お 手の太陽経筋そして手小陽経筋足小陽経筋この3本のルートが首の横のところには交差しておりますでそういう意味では首の横の治療というのが最も難しいわけですがどの経筋の異常であるかということをはっきりとつかむことが重要です で特に、えー、首を動かしたときに一番痛いのがどこかということを患者さんに指で指し示してもらいますでそのときに一番痛いのがどうも肩の,この後ろの方が痛いという場合は腱外湯とか腱中湯になりますのでで体温、太陽経筋病を疑います。でその場合は、えー 化学学の後ろの転送転用といった強さ乳突筋の前のところまで反応が出てまいりますで従って腱外油とか腱中油のあたりが首を動かしたときにどうも突っ張るとかつれるとかっていう場合は化学学の後ろの転送転用の反応を見てここに、えー、顕著な圧がある場合には手の太陽経筋病を疑います で次に首を動かしたときに肩の上の部分、肩上部の部分を患者さんが痛みとして訴える場合は下学核の後ろで強酸乳突菌の後円にある転油を抑えますでその転油に顕著な圧があった場合は手の障用経筋病を疑うことになります。でそれから、えー 首を動かしたときに、えー、ちょうど僧帽筋の上縁僧帽筋の前縁の部分のけん制付近を患者さんが痛みとして訴える場合がありますでその場合は、えー、後頭部の、えー、直下の、えー、風痴、えー、この風痴付近を触りますでその風痴に高血圧が認められる場合は足の小腰経筋病を疑うことになりますでそういうい意味で 首の横側が痛いという場合は手太陽経筋手小陽経筋足小陽経筋この3つが単独もしくは重複して異常度を起こす場合がありますので非常に注意が必要となりますでそれから首の後面の場合は あ足、太陽系筋ともう1つはこの手の太陽系筋、この2つがあ首の後ろの痛みには関係することになります。でまず、えー、先ほどの,この首の前のところでありますが首の前のところは一番前のところは足の陽明経筋が関係します、そしてやや外側のところを手の陽明経筋が関係します。で 首の前面の突っ張りとか引きつれというのは少ないですけれども胃の具合が悪いあるいはストレスを受けると胃の調子が悪くなるあるいは口内炎ができるという人がこの首の前面の引きつり感を自覚される場合がありますで顎関節症の場合にこの強さ乳突筋の部分の,その引きつり感とかあるいは強さ乳突筋をつまむと痛いと。 いうふうに訴える場合が多く観察されますで、手の陽明経筋の場合は手の陽明経筋の場合は、えー、人差し指から始まりますので時間、えー、それから三感といったポイントが診断ポイントでありまた治療ポイントとなります第二中手施設関節の、えー、前あるいは第二 1> 第,1第2中手施設関節のこの上ですね下と上とでこの時間3巻あるいは合谷といったポイントが診断点と同時に治療点となりますで、えー、こういった時間とか3巻を注意して触ると、えー、顕著な圧痛が認められることがあ,ありますでそれから 足の陽明経筋ですが足の陽明経筋は足の2、3、4、4、すべてが足の陽明経筋と関連しますで首の痛みであるわけですが首の痛みの場合に、えー